私、まあ、あの年齢も50を迎えましてねさまざ、あ、ま体がだいぶ年をこう取ってきたなと感じることがございまして、はい、であの実際あの私ずっと今あのドラマの撮影をしてたわけですけども、うん、まあその撮影なんかでもやっぱりこうちょっとこうあのこうぎっくり腰にななんかこう軽いぎっくり腰になってしまったりとかやっぱこう体をやっぱ鍛えなきゃいけないなとであの一緒にやってる方から「 陽ちゃんも体を鍛えなきゃダメよと僕はねあのもうマネージャーに行って必ずトレーニングの時間を設けてますとバディの方からそう教えられまして陽ちゃんもね体鍛えなきゃダメよと。 改めて言われたものですから、あのー。すごい、そっくり。進められまして、<laughs> うん、もう私も体を鍛えなきゃいけないと思った。体はあの、鍛え始めました。ええ、ジムとかですか。え、なんかあのパ、パーソナルトレーナーというんですか。ええ、ね、ええ、ええ。そしたらね、もうあの、もう本当ちょっとした運動でも、あっという間に疲れるし、うん、その運動で体を壊しそうなので。今はもうほとんど、ストレッチにいってるようなもんですね。 いや大事ですよ。えーえー、やらないより全然良くないです、ねえー。だからもうじもうじわじわ始めてくださいとしか言えないです。肩を上げろって肩がもう痛いんですから。何やったって痛いの。そうですか。私ね本当にあのなんかこういい体になれるのかしらね。だからもう頑張ってやじわじわやっていくしかないなと思うんだけども、ただもういや、えー、ちゃんも <laughs> ありがとうやらなきゃダメよって。 教えてくれれたたももんだもうそれ何度でも聞きたい <laughs> すごくこの間ドラマでもね<え>やってみたんですよ。ええ、ドラマの中でやったもんですからねあの大変あの褒めてあれはただの大泉洋だとかっていう人が多かったんですけど、ね、<laughs> 大泉洋も別にだってあんだけ濃い人と一緒にいたらそれ後藤さんだってものまねするのなるだろうっていう話でねあれだけ濃い方っておっしゃってますけど全然もう濃さではね二人とも引きを取らない濃さをこれ褒めてますからね。 ね、今日はたくさん召し上がっていただいてたくさんいろんなお話をいただきました、はい、じゃあこれからどんどん体の方もあら大泉さん最近ちょっとパンプアップしたかななんてそうですね私もいい体になってあの皆さんの前にまた登場したいというふうに思っております。 わかりりますまししした楽みにておす何より健康第一でこれからもご活躍いただきたいと思います。はい、ありがとうございますはい、えー、といとうことで以上で第2部終了となりますので、えー、ではここで北海道プレミアム「美しの国」イメージキャラクター、えー、大泉洋さんからですね最後に一言メッセージをお願いいたします。はい えー、この度あの新たに「美しの国」の CM キャラクターを担当させていただきます本当にあの素晴らしい商品でございましてこれからあのお中元の季節になっていくと思いますけどももう贈り物にはま本当に最適だと思います私はあの昔から何かお世話になったりするといやもうこれはもうハムをったからだめだと私はもう昔からよく言ってたんですですからこれからも私はお中元だなんだこの「美しの国」を贈りたいと私は思いますけどもこの CM をやることによって私が送った「美しの国」はあいつは CM やってるから日本ハムから ただでもらってるんじゃなすから私がハムを送った方送られた方はこれはただで送ってると思ってほしくない買いますから私買って送るんだなっていうだから逆に送りにくくなったかもしれません私に関して言うと今まで普通に送れてたものがこの私がこれからおくしの国を送るとあ,あいつただでハムから日本ハムからもらってるんじゃないか疑惑が。 あるんんじゃないかと思うんですよね,、うん、すよねだから私はひょっとしたらそのこれから送る美しの国は後に本当に買ってますってか分からないきゃいけないかも <laughs> 私は別にこんな挨拶がしたかったんじゃないんですとにかくそれぐらいこれからの中堅に美しの国はもう大変喜ばれる。 非常に高級感のあるハムでございますのでどうぞあの大切な方にあの送っていただければというふうに思っておりますどうぞこれからも美しの国をよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございましたありがとうございました、えー、北海道プレミアム美しの国イメージキャラクターの大泉洋さんに今日お越しいただきましたどうぞ大きな拍手でお送りください今日はありがとうございましたありがとうございました